こんにちは、高橋メアリー純です。私は普段女優をやらせていただいております。この度 YouTube を始めることになりました。そのタイトルは朝日が昇る夜です。このタイトルは実は私が10代の頃に設定したメールアドレスなんですよね。いいかなこれ。でなんでこの名前が好きかっていうと、その夜中のまだこう暗いところから太陽のお日様の頭がちょんと出てきた時、あの瞬間がすごく好きで、なんか太陽が出てきてる、朝日が出てきてるんですけど、まだちょっと暗くて、まだ世界が起ききる前、それをまあまだ夜な雰囲気の中、こう朝日が昇っていくっていう、まあシチュエーションがこうすごくロマンチックで大好きなんですよね。でそれをまあ地元滋賀県にいる時に、まあ、よくそういう光景を見ていて、その時に朝日が昇る夜だってよく思ってたんですよ。でこの言葉がその10代の頃から大好きで、はい、YouTube のタイトルにしました。はい、YouTube を始めようと思ったきっかけなんですけども、実はもう1年以上前に始めようとしてて、実は撮ってたんですよ。で何を撮ってたかっていうと、私朝日とか夕日を見るのが本当に大好きで、なんか旅行先でも毎日朝日のために早起きしちゃうみたいなってぐらい好きで、本当朝日とか夕日見てると、その瞬間は我を忘れるんですよね。その美しさに心奪われて、だからいろんなところで朝日と夕日を見に行きたいと思って、それをまあどこで見れるのかとか、普段私もちょっと調べないと、調べてもあんま分かんなかったりするんですけど、それを自分が実際行ってここに行くと朝日が見れます、夕日が見れますっていうのを知ってもらおうっていうのが最初のきっかけです。ですがそこから1年経ちまして、2021年、私にとってすごく大きかった出来事というのが、農業の学校に通ったことでした。それでいろんな生産者さんの方々にお会いして、なんだろう、その農の楽しさも、あと大変さ、あとフードロスのこととか、いろいろお話を伺って、農の楽しさもそうだけど、まあ、今皆さんが抱えている問題とかも、まあ、私も直接話を聞くまでは知らなかったので、そういうこともこう皆さんに発信していけたらいいなと思って、朝日夕日に加え農のことも発信していきたいなと思いました。あとは個人的にそういうオーガニックなものも大好きなので、オーガニックライフも発信したいな、あと地球を大切に、動物を大切に、人を大切に、そういう活動を今後どんどんやっていきたいなと思いますので、勉強もしていきたいので、その勉強してこう成長していく過程も皆さんに見ていただけたらなと思い、 YouTube をやろうと思いました。これから素敵な発信頑張っていきますので、よろしくお願いします。動画を気に入っていただけた方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。